どう皆さんこんにちは。あの東京大学で宇宙工学をあの教育したりそれから研究したりしております中須賀と言います。最初にね山崎さんのお話の前に宇宙工学の基礎の話をちょこっとだけさせていただきます。宇宙ってこんなことをやってんだとロケット人工衛星ってどうなってんだっていうことを少しだけね皆さん分かっていただいてそれから山崎さんの話を聞くともっと楽しくなるだろうということで最初にご紹介します。 さあ皆さん宇宙のイメージってどんなの考えてみて宇宙ってどんな世界星とかね星好きな人あいるかあよかった手上がらんかったらどうしようかと思った広いよね果てがないそれから未知なる世界宇宙人いるかもしれない宇宙旅行とか無重力ねこれ楽しいよね SF ね それから探求する世界宇宙でノーベル賞取ろうとかね宇宙の成り立ちを調べようという研究がたくさん行われていますガンダムって知ってる知っ、はい、てるなニュータイプってあるよね宇宙で進化すんだよ人間はこんな世界それ分からない本当これアニメの世界だからね本当はどうかわかりませんけどそんなことも言われているそれからでも宇宙って暗くて怖くて真空だからとっても怖い世界だなっていうのをね感じたことあるかもしれませんそれから僕らは 宇宙をですね我々の生活に貢献できるようなこんな世界に変えていこうということで研究をしていますまあこんなことでまあこんなイメージみんな宇宙に対して持ってんじゃないかと思う後でまた聞くよだからこの皆さんのイメージがどう変わったかっていうのをね考えておいてくださいさてこの私と山崎さんの講義の中で十問問題が出ます で皆さん机の上にねあの10問の答えを書くところがあると思うのでこれをえ自分で書いてください A とか B とか C とか書いて書ければいいで答えをその場ですぐ言いますからいいカンニングダメだよねあのその自分で正直にそれが合ってるかどうかをえ丸つけてくださいで何もあったかっていうのをね後でみんな集計しますで全問正解者にはすごい商品が来ます、まあ、すごいかかかどどうわかかりませんけどねあの えと我々の衛星で撮った写真を使ったカレンダーとかそれからホワイトパズルとかねそんなのが当たりそれからあとでやる実験でちょっと前に出ていろいろお手伝いをしていただくかもしれませんそんなことであのいい点を取ったらいいことがありますのでみんな頑張ってねあの解いてくださいいいですかいい正直にねあの採点してねそれだけお願いしますさあじゃあ始めましょう 今日のお話はまず僕のところではロケットとと人工衛星という話をします、まあ、それ以外にも後ろありますけれども人間が宇宙に行くという話アポロ計画これも決めらよりもお父さんお母さんの世代だと思いますけどそれから宇宙を調べる宇宙を利用するという話をしていきましょうさあ日本にはロケットが2つあります H2A という大きなロケットですねこれは相当大きなロケットで今宇宙にですね10トンぐらいの大きな荷物を運んでいくことができる。 もう一個はエプシロン知ってる一昨しから始まったねでこちょっとせっかくだからさこれらの打ち上げのシーンを見てみようかかっこいいねこんな感じで飛んできましたねこの間あの日本の、えー「アストロ H」という え宇宙のね神秘を観測する衛星が打ち上がりました。名前が瞳っていうふうになりましたね。さあまあこんなことでロケットからね宇宙宇宙の開発利用っていうのは始まるんですね。えー、宇宙にものを運ばないと何もできませんからロケットっていうのは宇宙にものを運ぶ大事な役割を持ってます。いい？でこのエピシロンロケットと H2A ロケットの前にまず飛行機とロケットの違いね飛行機は物を燃やすには酸素がいりますけれども飛行機は空気の中を問りますから空気の中から酸素を取ってこれを使って物を燃やしますロケット宇宙に行くよね酸素ないよねどうしてるロケットの中に酸素が入ってんだね酸素を持っていくんでその時に固体ロケットと液体ロケットこの違いがあります。固体ロケットは 固体ののの燃料の中に酸素の、ね、小さな粒がいいっっぱい入ってるんだねだからこれ燃やせばそれだけで、えー、火がついて大きな水力を得ることができるそれに対して液体は液体ロケットっていうのは液体燃料と液体酸化剤まあ酸素ですね酸素のような酸化剤が混ざっていてこいつを混ぜ合わせることによって燃える。ね、ということでエプシロンは固体ロケットそれから H2A は液体ロケットということになります。 固体ロケットって君らが遊んんでいるものに近いんだよねロケット花火やったことある人あるあるよねあまりあまりいないね今もう危ないから禁止されてんのねえ、まあ、気をつけてね使う時はねこのロケット花火っていうのはこれは実は固体ロケットですだからロケット花火の中の火薬をいっぱい取り出して大きな筒に入れたらこれやっちゃダメだよ危ないからねこれはあのロケットになるかもしれない。 まあ基本的にはこれを大きくしたものだと思っていただければいいですさあここからが大事ロケットは何で飛ぶんだろうね大きなえ燃料をですね高速で噴射します中で燃やすことによってバーンということで高速で噴射するこれの反動で前に進むんですねこれがロケットで例えば皆さんが船に乗って船にたくさん石を乗っけますあの沈むほど乗っけちゃダメだよでこの石を思っきり 投げてみてくださいね。そうするとその石を投げた反動で船は前に進みますいいですかこれがロケットが飛ぶ原理ですさていきなり問題が出てきました船がより早く進むためには以下のいずれの方法がいいでしょうかね。ただし同じスピードで物を投げることができるとしますできるだけ軽い石を投げた方がいいかできるだけ重い石を投げた方がいいかさあ書いてください はいこれでいこうさあどっちがいいどっちだお重い重いのを投げた方がいいのか軽いのを投げた方がいいのかいい ?1 回書いたらもういい書いた <laughs> 早く書いてね講演が遅くなっちゃうから早く書いてね。<laughs> い はいじゃあまずねロケットが飛ぶ原理を簡単な実験で示しましょうこいつは実はミニ四駆この間の日曜日にミニ四駆買ってきて作りましたこんな装置皆さん作れますよでこのこいつが燃料だと思ってくださいこの燃料がこのバネの力で後ろに向かってポーンと放り出されるその反動で前に進むかどうかっていうことをちょっと見てみましょう でまず、ね、こいつの後ろにこういう縦があってこいつを押して前に進むっていうのはこれは分かるよね例えばこういうところにこうあってこれをこうやれば後ろに行きますよねこういう何かを押すことによって前に進むっていうのは多分分かりやすいでしょうちょっとやってみるねものすごく簡単な発射機構です糸を切ります糸を切るとほら巻ったねじゃあ この押すものがなくなった相手が空気だったらどうなんだろうってねちょっと試してみよういいはいじゃあちょっとこれ持ってねいいよいしょはい持っててくださいオッケーはいオッケーさあさっきはこうね押すところがあったから押すところがあったからこうやってこうやってこうやって,こうやってまいったね。 押すところがなかったら果たしてこの前進むと思う進むと思う人進まないと思う人およしじゃやってみようはいいくよこれは今の問題には直接は関係ありませんがほら進むよねいいだから進むんですいいですかだから別に何かを押して進んでるわけではなくてこういう重いものを後ろに向かって強い 速いスピードでで押し出すすとその反動で前に進みますこれあの中学になったら習うと思いますけれども運動量の保存法則と言いますこういうのを使ってね宇宙で、ねえー、ロケットは前に進むことができるということですね。じゃあさっきの軽いやつでやったらどうかこれちょっと君持ってみてこれどっ,ちどっちが重い重さ違うか。 全全然然違うここっっちち軽軽いいよねこっち全然軽いだから軽いものでやった時さっきね重いものでやった時にはどれぐらい進んだかって分かったと思うけど軽いものでやったらどれぐらいのスピードになるかっていうのをちょっと見てみましょう。よいしょ。 よいしょはいああ飛んじゃった <laughs> <laughs> 今のは何だろうロケットだったら間違って発射スイッチを押しちゃったってことねこんなことロケットでやっちゃ大変だよね取れちゃったかねこれでいこうかはいじゃあこれでいきましょうはいじゃあこれでいきますいいいくよさあどうなるか よいしょせーのあこっちの方が早いね困ったね <laughs> 困ったね今すごいスピードでいったねはい実は今のはよいしょはいもう一回いくよ今のは、えー、っとバ,バネを強くやりすぎたのでこれぐらいですねいきますよいしょ これぐらいなんですね今の同じバネの長さでやると今さっきのはちょっとバネ引きすぎたはいだ答え分かったいいさっきみたいに実験しちゃダメなんだよね <laughs> いいですかはいということで答えはこうなりますはいさあ丸してくださいできるだけ重い石を投げた方がいいんですいいですかはいということで えまず1問目ね、えー、だから重い,重いものをものすごい勢いで速く投げるととってもロケットは前に進むんですねじゃあそれに関連する次の問題を出してみましょうよいしょこの H2A ロケットですね実は289トンこのいっぱいシリーズがあるけれどもこの一番左端の H2A の202というのはこいつですね、えー、重さが289トンです この二百八十九トンの重さのこいつをですね、えー、打ち上げるのに燃料が何トンいるでしょう。はい、百トンぐらいかな、百七十トンかな、二百五十トンかな、はい、答え書いてみて。はい、いい、もう早く書いて、あんまり考えてもしゃあないよ。<laughs> はい、あのお,お父さんお母さんたちもぜひ考えてみてください。どうで,できたはい答えを言いましょういいですか答えは250トンです。はいということで289トンのロケットのなんと250トンがもう燃料なんですね。だからロケットっていううのはもう中が パンパンに燃料が詰まった燃料タンクが打ち上がってるんだと思っていただいてもいいぐらい燃料があるつまり宇宙に行くにはそれだけのたくさんの燃料をものすごい勢いで噴射して初めていくことができるとっても遠い世界だということなんですねこれがあのロケットの原理ですさて今みたいな H2A とかエプシロンみたいなこういう普通のロケットだけではなくていろんなロケットが出てきましたね皆さんの知っているこういうスペースシャトル それからこんなロケットも出てきますこれううう上に打ち上がって降りてきてまた使おうという再利用型のロケットそれからこんなふうにうわ二2段型のロケットでこの上のが宇宙に行ってね羽で帰ってくるスペースシャトルみたいにね羽で帰ってくるとかそれから宇宙旅行こんなふうに窓があってね皆さんが宇宙で外を楽しめるようなこんなロケットも出てきていろんなロケットが出てきましたもっと面白いのが出てきた。 宇宙,で宇宙に行くためには何もロケットを使わなくてもいいエレベーターを使えとすごいエレベーターだね長さが3万6千キロのエレベーター、ね、こんなエレベーターを研究してる人もいます。ももしししかかたら将来来こんななエレベータータで皆がが宇宙に行く時代が来るかもしれないということで宇宙に行くのはロケットだけではなくていろんなやり方があるんだよっていうねそれが今出てきてるということです。さて人工衛星の話をしましょう。 ロケットが打ち上がった後ぐるぐる回りながらいろんな仕事をやってると思ってる人いるかもしれないけどそうじゃないんだよロケットの打ち上げの時には人工衛星がこの辺に入ってます空気から守るためにフェアリングといって覆いがついてますで空気から抜けるともう100キロぐらいになるとね空気がなくなるのでこのフェアリングが取れて青いのが人工衛星だと思ってくださいでモーターをどんどん使い終わったのを分離して飛んでいって1段が終わったら2段 で二段が最終目標値まで行って切り離すさあ人工衛星は宇宙では何のエネルギーを使う何のエネルギー使う太陽だなよく知ってるな今日やっぱりすごいなレベル高い太陽電池だよねだからこんな風に太陽電池を展開して地球の周りを回りながらいろんな仕事をします、えー、通信放送ね BS の電波きますねそれからカーナビリモートセンシングといって地球の写真を撮るこんな仕事みんな人工衛星がやって ね、だからロケットよりも実は人工衛星が本当に仕事をしてんだよだよから人工衛星の方が偉いと言ったら怒られるけどね、まあ、こんな感じで人工衛星がいいいろろ仕事をしててるんだだと思ってください人工衛星がやる仕事のことをねちょっと特別な言い方でミッションと言います覚えておいてくださいミッション人工衛星がやる仕事のことですさて人工衛星は今度はどうやって飛ぶんだろうなんて飛んでんだろうねこれ。 室淵さんのハンマ投げこれぐるぐる回りながらこう,こうやって回して飛ぶ飛ばすの見たことあるよねこれはいいね、こう紐がなければ物というのは遠心力でずっと飛んでいこうとするやつをこの紐で引っ張って止めてるんだよねいい止めてるんですそれでそれが釣り合ってるから綺麗な円を描いて動く宇宙だとこんな紐ないよねでも重力という見えない紐がある この紐で人工衛星を引き止めてるから、遠心力と重力が釣り合って円を描いて回る。これが飛ぶ原理ですね。もっと違う見方をしましょう。皆さんボール投げる。どうなる？飛ぶ飛ぶと言われると困る。落ちるんだよね。<laughs> 落ちると言って欲しかったね。落ちる。もっと速いスピードで投げるとど,どうね。遠く遠くで落ちるよね。で。すごいスピードで投げるとだんだんこうなる。次わかるよね。 これよりも速いスピードで投げるとぐるっと回っちゃう。これが飛ぶ原理。だから飛んでるんじゃないんだ。落ちてるんだけど、地球が丸いから向こう側をぐるっと回ってきてしまうっていうのが実は人工衛星が飛ぶ原理。いいですか。これわかりやすいよね。だから落ちてる落ちてる落ちてるんだけど地球が丸いからぶつからないってこと。じゃあ次の問題行こう。第三問。さあ地球にぶつからないで回るこの四番。 ののスピードってどのぐらいでしょう皆さんあの例えば野球の選手160キロ時速160キロで投げるよねそれぐらい一番それぐらいでも人工衛星なるかで時速1000キロっていうのはジェット機のスピードぐらいですこれぐらいで人工衛星なるかあるいはもうそんなところじゃないともっと速くないとダメかはい答え書いて。 どうでしょうできた答え書いたはいいいじゃあ答えいきましょう答えはだからいい秒速で大体8キロですあっといった時に8キロいくぐらいのスピードで人工衛星は回ってるんですこれ1 6 0キロで人工衛星になったら大変ですよね ね、あの大谷が投げたボールが人工衛星になっちゃうんでねそんなことはないそんな甘いことはない2万8,000キロ秒速で8キロものすごいスピードでな投げないと、えー、人工衛星にはなりませんいいですかだから人工衛星はすごいスピードで回ってるんだと思ってください一昔前に人が月まで行ったんだよねまた今人が月に行こうとしてますけれどもアポロ11号1 9 0 0年これ後の問題に関係あるから言いません。 7月20日月着陸朝の、ね、5時17分でした僕も見てました、ねえー、さて次の問題私は1961年生まれですあ年がバレちゃうけどね1961年生まれですこの年に宇宙では何が起こったでしょう1番初めて人工衛星が打ち上げられた B 初めて人間が宇宙に行った C 初めて月に人が降りたさっきのね アポロの月が降りたこれが1961年かという問題ですけどはい答え書いてこれお父さんお母さんたちは多分分かっておられると思いますけど子どもたちは知らないかなもうこの年に生まれてた人い,いないよねいないよねそれはいないよねお父さんお母さんたちあ,あんまこれは聞いちゃいけないのでやめましょうねはいいいですか答え いい答えは初めて人間が宇宙に行った年なんですね。この年にソ連今のロシアですけどソ連のよリ・ガガーリンという人が4月12日に宇宙に行きました私が2月9日生まれなので約2か月後ぐらいですねこの時に宇宙に行きました。 でこれがですねすごいのは1957年にスプートニクっていう人工衛星が初めて世界で宇宙に打ち上がったんだけどそっからわずか4年ですよね,ね人工衛星打ち上げて4年でも宇宙に行ったってすごいペースだったなと思いますこんなロケットですねボストトーク1号っこんなロケットで打ち上がったねさてその後1969年にアポロ計画で11号がいよいよ月に行くということでこれわかる ねえー、ケープ・ケネディの,この打ち上げ発射場ですね「サタン5という当時の世界最大のロケで今でもまだこれを超えるロケットはありません打ち上げシーンですで月から見た地球これ綺麗だよね周りが真っ黒でこの赤茶けた月のところから地球が地球が出てくる月が出てくるんじゃなくて地球が出てくるこれを見た時にみんな感動したんですこの宇宙の暗い,暗い中でいかに綺麗な世界か。 だからこれを守らなきゃいけないということを世界中にメッセージとして伝えられたんですねこれが実はアポロ計画のある意味最大の成果だったとも言われていますさて宇宙船にはですねこの3人の人が乗ってましたでこの宇宙船とこの司令船というのと着陸船がくっついて飛んでいくんだねで月のそばでこれが分離するんだけどその1人だけこの司令船に残って このコリンスさんって人だけが司令船に残ってこのアームストロング船長とオルドリンさんがこの月着陸船に乗り込んでいよいよこれが分離してね2つが分かれて月着着陸陸船が月着陸目指しますでこれ司令船から取った月着陸だんだん離れていくで今度は月着陸船から取った月の絵がだんだん近づいてくるで最後ワッと砂が舞い上がるこれ何かっていうと逆最後逆噴射するんだよねでその後ガタッと揺れる。 これは何かというと着陸した衝撃でイーグルハズランデとイーグルっていうのは着陸船の名前ですイーグルが着陸したよっていうメッセージが来てもうその時のイメージは強烈に残ってます朝5時ぐらいだったですねさてこの後初めて人間が月に降りるで実はですね着陸してから1時間か2時間ぐらい降りてこなかったらしいんですねでなんでかなんでかわかる これやっぱいろいろ月だと危ないからチェックしてるのかなと思ったらどうもアームストロング船長とあのオルドリン宇宙飛行士どっちが先に降りるかって喧嘩してたらしいという <laughs> どうもそういう噂はありますで結局船長特権で船長が先に降りてきたねでいよいよこれ初めて月の上から世界中にメッセージを出すということで覚えてるかなお父さんお母さんたちを覚えてると思いますけれどもこれは一人の人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては偉大な飛躍である。 このメッセージはすごかったですね。強烈に残ってます。まこれが1969年にもう大昔ですねに起こったんですね。これが月の歴史です。で帰るときは実はこの中のこの宇宙船の着陸船の中の上の部分だけが飛んでいくんですね。だから実は月の上にはアポロが着陸した台数だけこの着陸機足の部分が残ってるはず。でもまだ実は見つかってないんですね。これちょっと怪しいよね。 本当に行ったのかななかことはない多分大丈夫だと思いますけれどもこの下の部分を今探そうかなということで僕らもあの考えていますさて月に行くときにはこんな軌道を通りましたこれ地球です月です月の地球の周りをぐるぐる回りながらあるタイミングをね見計らって月に向かって飛んでいくんですねで月の周りを回りながらさっき言った指令線から着陸線が分離して着陸してでまた上がってきたらここでドッキングして 両方で地球の周りまで帰ってきて大気突入するさあこの中で一番危ないところはどこでしょうここなんだよねわかるね、そう大気圏突入ここはこの水平からわずか5.7度とから7.5度っていうわずか1.5度の隙間に入れないとだめなんです深く入りすぎると加速度で中にいる人間たちが失神してしまうで浅く入りすぎると ね、あの水の上を石がこう跳ねるように弾き飛ばされちゃうだからこの38万キロ離れたところからわずか1点五度の隙間に入れられる技術ってすごいなっていうのが僕がアポロ計画で感じたこと8歳だったんですけれどもそれ強烈に感じましたこれでまああの,この宇宙工学やろうというふうに思ったんですねだからとっても大変な技術が当時1969年にすでに実現されてた。大気突入するときには 大気のの熱によってもすすごく焼けただれますこんなふうになってこれ,これはシミュレーションの絵ですけれどもねで人工衛星なんかはこんなふうに燃え尽きてしまうねで、これを漫画にもあの表現した人がいました富野義行さんっていうのはガンダムの中でねガンダムこれわかるこれファーストガンダム僕らが知ってるファーストガンダムお父さんお母さん知ってる君らのガンダムは違うかもしれないこのガンダムの中にも大気突入のシーンがあるんだよ。 大気突入ねアムロが乗ったガンダムが大気突入するんだけどどうやったらこの大気の熱から守れるかわからないので一生懸命マニュアルを探して「分かった!」っつってやったのがこれです。一つはここうういう薄い薄膜をねあののってこの中で守るでこの膜が間に合わなかった時はどうしたかってあのガンダムが持ってる盾で守った。ねこんなふうにしてちゃんとね大気突入の大変さを富野修之さんはちゃんと考えてくれた。すごいねで 逆ですねこのジオン軍はですねクラウンさんがね、えー、入っていこうとするんだけど待機突入できないのでこれザクだったと思いますけれども燃え尽きてしまう「少佐助けててください原則できませんシャ,シ,ャシャってわかる、ね、敵の敵の,あの赤,い赤いモビルスーツを着た人ですけどね、まあ、そんなんどうでもいいですけどね <laughs>、まあ、こんなことで待機突入はなんとこれにちゃんと出てきて。 でその後今はスペースシャトルを使ってあの宇宙に行きました山崎直子さんもこれに乗って宇宙に行かれました宇宙ステーションねそれからこれちょっと昔の写真だね <laughs> あの東京大学はなぜか宇宙飛行士がたくさんいてで今12345人いましてそのうちのなんと4人が我々の航空中学科出身別に宇宙飛行士になる授業をしてるわけじゃないんだけどこういうことをやりたいっていう人たちがたくさん集まる学科なんですね。 さてこんなことで人ではなくて人が行く宇宙もありますけれども人工衛星が行く宇宙の話をちょっとすると太陽系を構成する惑星わかるはい、水金地下木明まで行っちゃいけないな明が今なくなったな海までだねはいドッテン海までこれが太陽系この太陽系を探査するっていうのは人工衛星にとって大事な仕事です こんなふうに、ね、太陽の周りを回っている軌道をどの,どの惑星に行こうかなということを考えながら軌道を作るんですねそうやって小惑星に飛んでいったこの衛星分かるはやぶさだねはやぶさが飛んでいきましたではやぶさが行ったのはこれですね糸川これ実際の写真です糸川に来ましたどんなふうなことをしたかというとこれはやぶさはこんなふうになっているからこれ写真じゃありませんよ。 これ写真だったらこれ誰が撮ったのかなってなっちゃいますけどね。これ想像図。でこのハヤブサがやったのは何やったかっていうと、ねこの小惑星のそばで上から近づいていって、でここで触るか触らないかといった瞬間にバンというすごい勢いで弾が発射されます。その玉がこの糸川にぶつかった、糸川から舞い上がった砂がこのカプセルに閉じ込められて持って帰っていく。 で地球のそばでこのカプセルを大気突入してこれを回収しましょうと糸川のサンプルを取りましょうというのがミッションです。ののの名前の由来かかるここ絵見てわからんこれはやぶさが空の上からね地面を走っている小さな小動物を見つけてそれめがけてうわっと降りてきて捕まえて飛び上がる姿にそっくりだ。いい名前だよね。 僕すごい感動しましたいい名前の付け方しましたこれがハヤブサの名前の由来ですね、こんなことをやったで、たくさん失敗したねいっぱい交渉しましたでもなんとかみんなの努力で地球に帰ってきたで、最後地球の最後の姿を見せてあげようということで最後これ別にミッションには入ってなかったんだけどこの写真を撮りましたこれが最後ハヤブサが地球を見た絵ですで、この後大気に突入してさっきの大気突入で燃え尽きた ほとんどのハヤブサが燃え尽きる中で、唯一燃えなかったものがある。これはカプセルです。カプセルは大気に突入しても燃えないような仕組みになっているんですね。で、こいつがオーストラリアの砂漠に着陸した。で、これをね、こういうふうに回収した。これなんでこんな格好してるかわかる？うん？ががそうそうそう。宇宙から ね、もしかしたら病原菌が来てるかもしれないそれで人間が感染したらえらいことになっちゃうよと,いうことそれから人間のいろんな持ってるものがここにね逆についたりするっていうことを防ぐためねこんなことをやって回収したこれがはやぶさですね。ではやぶさはたくさんのドラマを見ました大変な中帰ってきたということでこんな絵がたくさんできましたこんな絵もできましたこんな絵もできましたお使いできたってこんな絵もできました。すごいねこんな 文化になった。衛星ってこれまでなかったね。はい、そして。映画が3本もできました。はやぶさはやぶさおかえりはやぶさこの中でね、えー、この川口先生というプロジェクトリーダープロジェクトリーダーのこの映画では佐野城これちょっと似てるんですね。で、これ渡辺家これ嘘だろうと僕ら言いましたけどね。で、本当の川口先生はこんな顔してます。まあ、ちょっとやっぱ佐野城っぽいよね。 はいということで早草帰ってきましたねこんなことをこの人工衛星はやりますさあもうだいたい時間なので最後の質問に行きたいと思いますけどこういうふうにその惑星まで行っていろいろ仕事をするこれはそのためには当然宇宙にね行ってそのそこまで行かないとわからないというのあるんですけれども地球の周りを回っている人工衛星が天体観測をするようなものもありますこれ宇宙望遠鏡ハッブルですね この宇宙望遠鏡を何で打ち上げるんですなぜ地上の例えばスバルのような望遠鏡だけではダメなんだろうこれが最後の問題ですなぜ地球周りの軌道に打ち上げる宇宙望遠鏡が必要なのでしょう A 星に少しでも近いから地球よりもちょっと近いよね B 地球の空気に邪魔されないで観測ができるから C 周りが暗いからさあはい書いてください いいですか。い<や>はい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 書いて。はいいいじゃあ答えいきます。ね地球の大気があるとねゆら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 しちゃうんですね。だから星が綺麗にピントが合わなくなっちゃう。それから地球の大気はいろんな波長を吸収してしまうので、すべての波長で宇宙を見ることができません。 ということで宇宙に打ち上げて宇宙から見るということは大事なんですね。こんなことで、えー、ハップルのような天体観測衛星が打ち上げられます。こんな綺麗な絵がたくさん撮れてますね綺麗ね。はい。でそれ以外にもこんな衛星がたくさんあります。もう時間がないのでいきますけどね。日本でも GPS のようなね、えー、位置がわかる情報を出すような衛星もたくさん打ち上がっていきます。 はい、で最後ちょっとあの簡単に大学でやっていることをご紹介すると僕らは小さな人工衛星を作っている大きな何トン今ね JAXA が作っているのは何トンっていうような衛星ですけれども僕らはこれぐらいの手作りの人工衛星を作りましたこんなちっちゃいんだよこれ部品どこで買ってきたか分かる自分で作ったんだけど部品はね秋葉原で買ってきた分かる東大って秋葉原に歩いていけるんですね これは非常にいいところにあるので秋葉原で買ってきた部品で作ってとってもだから安くできますだからこれまでこれこれれまでのような大きな衛星もちろん大きな衛星なりの役割あるんだけれどもね、そういう大きな値段のかかる衛星だけではなくて小さくて早く作れて安い衛星これを使った新しい宇宙開発をやっていこうというのが今東京大学で行われていることですこんな人工衛星も作りましたこんな人工衛星も作りましたそれからこんなにも取れました それかからとと一緒にに宇宙に向かって飛び出したプロキオンという衛星もあ例まば、まあ、こんなことで大学流の新しい宇宙開発をやっているのが我々の活動です。ということで私のお話を終わりにしたいと思いますがなんかちょっとイメージ変わった最初に皆さんにお知らせしたこんなイメージかなというね、えー、ところが少し変わったかなというふうに思います。 我々が狙っているのはまさに人の社会に貢献する宇宙というのを作り作っていこうということで頑張っています。またあのぜひね宇宙に興味をさらに持っていただきたいと思います。これで僕の講義は終わります。ありがとうございました。